後崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。復帰です。生還です。はい、よかったです。よくなって、よくなりました？まだもう、でも36時間ぐらいが一番きつかったね。2日目ってことか。そうそう、だから、はい、あれ何日や？11か。3.11 だね。うん、あ、そう、あ、11日に発症したんですよね。お、そうそうそう、そうだ、あの日も行ってたの、神宮に、解説に、うん、で別になんともなかったのね、はい、普通にで、解説終わって、はい、で、家帰って、うん、で、その球場で解説したのが今年初めてだったの。それまではネットとかあったの、うん、ネットの配信とか、テレ東のネットの配信とか、球場行かないで解説することはあっても、球場行って、そのメインのやつで解説したのは初めてだったから、はい、疲れたのかなと思って、うん、帰ってソファーでテレビ見ながら、はい、ま、寝てたんだよね、うんうん、で起きてで夜ご飯食べて、でもそんな言うほど腹減ってねえなみたいな、でも熱測ってみよう6度5分みたいな。でもやっぱ熱測ろうってにはなったんですね、感覚には。なんかあんまり だるいなと思って、でこれは疲れてんのか調子悪いのかが分かんないわけ、はい、うんうん、で寝起きもあるし、はい、で測ってみようって測ったら6度5分、うん、6度5分やん普通やな、うん、でも次の日が仙台のそうイベントだったのでね、さざきライブだったから、はい、で朝早かったじゃん、うん、行くのがそうなんで、結構朝一の新幹線ぐらいで、うん、乗らなきゃいけないから、はい、いやもう疲れたし、なんかもう明日もあるから早めに寝ようと思って、はい、寝てたのね、はい、で寝ててたら11時ぐらいに目が覚めたの、あれ熱あるっぽいと思って、ああ体的に、うん、うん、でちょっと熱測ってみよう、うん、8度みたいな、いきなり8度出たんですか。あれみたいな、もうちょっと様子見よう、いや、はい、でこれ絶対熱あるな、8度5分。どんどん上がってるじゃないですか。これはもう、はい、無理やと思って、はい、で分かんないじゃん、うん、その夜中だから、でも明日朝一で行かなきゃいけないから早く連絡しないと、うん、そのイベンターの人にもね、うん、これ朝になってからじゃもう遅いじゃん、はい、だからいやもうこれはもう8度5分出たし 100% コロナやろと思って、うん、まあそこまで出たらコロナでしょうね。でそのイベンターの人に電話して、はい、こういう状況ですみたいな、はい、だからもう明日無理だと思うんですよみたいな、はい、じゃあ早めがいいと思うんでみたいな、うんうん、その遠くから来る人もいるし、はい、じゃあ発表じゃあしましょうかってなって、うん、でもちょっと待ってもらっていいですかって言って、はい、ネット情報をで知るのは避けたいっていう、うん、いろんな人に、はい、だからその1週間分と前後の仕事全員そっからしんどいのに連絡、先にそっちに各所連絡入れて、うん、だってネットで知って悪いじゃん、ね、うん、そうですね、そう世の中なのに電話して、うん、なんかコロナっぽくてみたいな、はい、熱出てみたいな、もう10件ぐらい2時間ぐらいかけて連絡して全部、うん、で夜中なのに、はい、で電話夜中だけどもいいわと思って電話して、はい、でも繋がらない人でメール打って、で2時間ぐらいしてどんどん熱上がってきて、はい、さ何度まで行ったんですか結局。最高39度あ行ったんです。で出るんだ、喉も痛いし、うん、起きてからが大変なのよ、はい、起きる前そんなだりーなぐらいだったのに、はい、起きてからは喉痛い、うん、呼吸もきついなみたいな。へえ、あやっぱ来るんですね。で、うんうん、血中酸素濃度みたいな、はい、一番ひどいの時で85です。わ、はい、かんない、その感覚わかんないです。85もうやばいよ、入院間近よ、うん、あそうなんですか。そう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 、正常が98だから、はい、あ、じゃあもう薄くなってるってことですね、酸素が、うん、正常が98、99 で、はい、で 96% 以上で軽症、うん、で93から96未満で中等症1で 93% 以下で中等症2だから、酸素給油が必要です。へー、中濃度ってどうやって測るんですか。なんかこうやってこう指に、ああるんですね、やるやつで。へえ、でもう85とか88とか、はい、で見たらネットで書いてるやん、はい、救急車かなみたいな、うんうん、でももうめっちゃ苦しいのよ、うんうん、熱もあるし、はい、でまず家族に移しちゃいけないからと思って、はい、もう自室で隔離、その時点から。そうですね、うん、でいや寝たら死ぬんちゃうかって真剣に思って苦しすぎて、あやっぱ呼吸止まるんじゃないかとか、これ寝て、これ死ぬ人ってこのまま寝て朝死んでますみたいな聞くやん、はい、普通に、うん、しかも85とかになってるやん、もう80以下になったらもうほぼもうみたいな感じなの、はい、やばくない。でも夜中じゃん、夜中なので対応できないですもんね、うん、その中対応してたんで俺、はい、あの熱が出ましてみたいな、うん、多分コロナやと思うんですけど、はい、みたいな、うん、あの収録いけないと思いますみたいな、はい、とかやりながらで1時になって、はい、でも寝た、これこのまま寝たら死ぬんちゃうかっていうぐらいきつくて、はい、でも
あの気を失うように気づいた朝。ああ、もうそのままでもストンって寝ちゃうんですね。うん、でもあえて死ぬんだよ多分。でも死んでないんで。じゃあでもう、うん、でもそっからもずっともう平均88ぐらいなのよ。へー。でも、あ、とりあえずもしどこに電話するか調べようと思って。あ、そうですよね。そしたらなんかあの、うん、東京都発熱なんかセンターみたいなところがあるのよ。はい、うんうん、で あ、ここに連絡すればいいやと思って、でも夜中やしなと思って、はい、でも24時間対応なんじゃないんですか、そういうところだったんだけどね、うん、だったんだけど、はい、夜中やしって思いながら、それよりもきつすぎて、はい、で朝になって電話したの、あの8時ぐらいに、はい、でそしたらめっちゃ丁寧に教えてくれて、はい、あ、指示を、そう、あの、お住まいの住所で、そしたら、はい、その家自宅からだと、うん、ここと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 の病院ありますみたいな、うんうん、だから発熱外来みたいな、はい、行ってくださいみたいな、うん、でここと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 ここあります、電話番号も教えてくれて、はい、あ、5件ぐらい、うん、すごい丁寧に、へー、で、あの、あの血中酸素濃度どれぐらいですか、いや88ぐらいです、え、だいぶ低いですねみたいな、うん、苦しくないんですか、いや苦しいですけど、あ、まあ、でも本当に苦しくなったら救急車呼んでくださいねって言われた、うん、もう本当に苦しいけどなって思いながら、でももうこれ85より下がったら救急車呼ぼうと思ってたんだけど、でそこからあの9時から外来だから9時になってる、電話してで9時半だったら行けるって言われて、9時半か11時って言われたから、もう早い方がいいじゃん、で9時半に行きますって言ってチャリで行ったの。チャリ乗れたんですか。いや乗れたけど帰ってきたらめっちゃきつかった。いやそれ呼吸苦しいのにチャリ乗ります。でもだってもう歩くのも一緒や。まあそっか、チャリの方が早い、うん、あと、うん、電動アシスト系だから、はい、あ、それはもうチャリのだってもう歩いても一緒よ、はい、で、うん、行って、うんうん、で測って、うん、で薬もらって、はい、で帰って、うん、でもそれ土曜日だったので、あの明日が休みなんで月曜日までしかは、うん、陽性かどうか分かりませんってなって、うん、でもいっぱい電話かかってくるの、いつ検査で結果出るんですかみたいな、うん、仕事関係から、うん、いやなんか月曜日みたいなんですよ、はい、ちょっとじゃあ抗原検査してもらえないですかって、うん、ああじゃあちょっと買って、あの市販のアマゾンで、はいはい、でそれが日曜日の夜に来て、うん、で測って、はい、出るのよ、はい、なんか抗原出ますよね、うんうん、やったことあります。で、あの15分かにぐらい待ってくださいみたいなになってるやん、はい、そっこ2分ぐらいでバシって出てる、もう完全陽性ですね。2分ぐらいでバシって入って、はい、で、おっ、もう陽性ですみたいななって、で、はい、次の日も陽性だったけど、うん、まあきつかったよ。あ、そうですよね。私その佐藤さんと、まあ、土曜日その次の日に仙台でライブだったじゃないですか、うんうんうん、私もイベンターさんから11時半ぐらいに、浜田さん、なんか里崎さんが今発熱したようです。そうだって俺が電話してすぐだよ。まあ、そうですね、すぐ私のところにも来て、うんうんうん、発熱ってことはまあじゃあコロナだろうな、うんうん、明日どうなるんだろうなと思いながら、うん、これいつその延期とかの決定するんですかって言われたら、うん、でもこれ陽性が出ないとどうなるのかな、ちょっとお待ちくださいってなって、うん、これでも私としては明日亡くなれば、まあ、起きる時間とかだいぶ変わってくるじゃないですか、うん、だからどうしようかなと思って、まあ、もうちょっと待とうと思って、で結局だから1時半とか2時ぐらいまで私も起きて待ってて、うん、そしたら、まあ、もう多分行けないので延期にしますって言われて、うんうん、もうその日ライブが始まる直前ぐらいまで寝ましたよ。俺なんてもう寝たっていうよりもしんどすぎて、ふぅ、ふぅ、ふぅ、起きなさい、みたいな。へぇ、え、で、どのぐらいその調子悪い期間続くんですか。でも36時間ぐらい、ね、熱が下がったら、うん、はい、でも熱が下がっても、うん、血中酸素濃度だけはなかなか上がんなかったよ、92とか、3とか。発熱してから36時間ぐらいその熱が下がんなかったの。月曜日にはもう熱下がってて、うん、熱下がったらもう超楽だったけど、うん、でも呼吸は、はい、俺もう家にもあったのよ、その測るやつか、うちの嫁が買ってて、うん、俺ずっと測ってて、はい、これ98とか出えへんのちゃうかと思ったもんね。うーん、これ市販のやつ98とか今出ます、楽勝で出た。体調悪かったね。で、あの5日ぐらい経って、はい、まあ、毎日測ってたの、うんうん、測ってたら98とか9とか出て、はい、出んじゃんと思って、へーと思ったらよっぽど85がきつかったね。そうですね。でも、うん、でもだいぶ5、6日ぐらいは93とか4とか平均、うん、高くても5ぐらい、へー、だったから俺多分オミクロンでなかったら、はい、先輩入院してたね。
あ、最初の方のだってオミクロンなんか感染力高いけど、うん、症状そんな重症化しづらいとかって言うじゃん。そうですね、オミクロンでこんなきついんだったら、うん、俺多分デルタとか一番最初行かれてたら、はい、先輩入院してたら。これって人によって何が違うんでしょうね。私もお友達でなったことがいるんですけど、うん、その同じような年代の女性とかでも重症化というか結構しんどかったってこと、うん、陽性出たけどもう全くの無症状だったっていう子もいますし、だからもう口引きみたいなもんだね。まあ、だからそうです、ね、逆に触れたらきついよ俺みたいな、うん、そうですね、うんうん、だって息も85だからで、まあ、今見てもう皆さんがざわついてると思う。高間さんはピンときてないけど、うん、その血中酸もうだから お父さんに聞いて、うん、弟に。あ、そうですね、うん、聞いてみます。佐々木さんなんか血中酸素濃度最低85ぐらいまでいっただけらしいけど、うん、これどうなるの。結構すごなんか大変なのって、うん、聞いてみます、うん、やばいよそれ入院級だよって絶対言われてる。俺本当85より下がったら救急車呼ぼうと思ってみんなから、うん、いや救急車呼んだ方がいいんじゃないって言われるんだけど、うん、どのレベルで呼んでいいかが分かんないのよ。でもまあ自分がしんどかったらやっぱ呼ばないといけない。でもしんどい、これはしんどいののしんどいのなのか、はい、まあ、でも生きてはいるじゃんみたいな。でもあの死なないために呼ばないといけないので、だからそのね、うん、これぐらいで呼びやがってって思われるのも嫌やし。いやでも安全第一じゃないですか。でもそうやって医療崩壊するから、だって寝て死ぬかもって思ったんですよね、うん、でも、うん、それはあの死んでる人の情報も入ってるからね。だからこれでみんな多分死ぬんだろうね。まだ大丈夫と思っちゃったりとかですか。いやどれぐらいではね分かんない。あ、そうですね。で、まあ、我慢できる範囲は、うん、救急車なのか、うん、まあ、我慢できなくなったら終わりじゃんね、はい、どこまでか難しくない。うん、まあそうですね。あとしかも経験したことないからで、救急車呼ぶって、まあ、確かにすごい一大事ですもんね、うんうん、しかもアスリートそもそも我慢強いからで、はい、これぐらいはいけんのかなみたいな、うん、だからもうでそのネットとかには、うん、市販のやつは若干低めに出ますとか書いてるわけだから、俺98とか出てんのちゃうかとか思ってたから、うん、皆さんも気をつけてくださいよ。いや本当そうですね、うん、でもやっぱり今あの友達無症状で陽性だった子とかも、うん、仕事の関係で検査したら陽性だったわけで、うん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 、だしてなかったら多分自分がコロナって分かってない人も多分中にはいるわけですよ、うんうん、そういう方といつ触れ合ってるか分かんないので、うん、本当にまあくじ引きって言ったらあれですけど、うん、本当にいつかかるか分かんないなっていうのは思います、ね、いつかかるか分かんないし、うん、それがどんな症状出るかももう本当に人次第、人次第ですね。でもその後なんかね、東京都フォローアップセンターっていうところから連絡来て、はい、うん、あの段ボール3つ、あ、物資届くんですよね。そうそう、水と、はい、水人、水でもう一つ写真こちらです、はい、こんな感じの物資が、なんかカップ麺とか、そうそう、レトルトのカレーとかコーヒーとか、はいはい、あと野菜ジュース、うん、あと紅茶とか、へえ、もう普通にお菓子とかも入ってて、うん、あのカロリーメイトのジュースとか、だからそういうなんか、うん、いろんなもの入ってて、うん、だからもうご飯とかも作れないから、はい、楽でよかったよ。そうですね。あとなんかさ、あのご飯レンジでチンするやつとか、うん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 、だからそういうのだからもし何かあったらそういうの頼った方がいいね。そうですね。それってどうやったら届くんですか？なんか登録とかするわけですか？登録しなくてもなんかその俺は病院から保健所になって、はい、で保健所の人からフォローアップセンターにいて、あ、もう連絡してくれ て、そうそう、で連絡来ますからみたいな、はい、もうどんどん普通に連絡が来るんで、あ、へえ、 でもこれ頼まなきゃあれなのかなと思って、はい、まあ、一応ネットであるので、はい、その頼むのか、うん、でそれは一応頼んでで来たけど、うんうん、頼んだけどすぐ来て、はい、え、俺はこれ頼んだから来たのか、それともその前から来るようになってたのか分かんないんだけど、あ、だから活用した方がいいね、うん、そうですね、いろいろ、うん、で薬とかも、うん、そのなんかなくなったらいつでも言ってくれたら郵送しますんでみたいな。へえ、でも結構まあ手厚いというかね、ちゃんとそういうところはもう整ったんですね、うん、そうそうそう、うん、だから知らなかったら使えないからね、はい、もし皆さん何もないことがいいですけど、うん、何かあれば生きててよかったです。いや本当ですねよかったですね。今日隔離明けですもんね。そうなのよ、はい、あの久しぶりに、あ、まあ、昨日あのベイラインを自宅からリモートでしたけど、はい、あ、そうなんです。久しぶりに人と会って、うーん、あ、でも東京はね、はい、楽だね、あのいろいろ出前館とか、あ、そうですよね、あの置き配で頼めるから、うん、あんまり困ったことなかったね。家の前置いてくれますもんね、うん、苦しいだけ困ったの。生活の部分ではなんか置き換えしてくれたりとか、うん、あとネットでね、はい、いろいろ買えるから、そこら辺は楽だったんですけど、
皆さんもね、無事でよかったです。まん延防止が、はい、なくなりましたけども、はい、皆さん気をつけてくださいね。そうですね、はい、私も気をつけます。そうですね、はい、袴田さん気をつけてくださいよ。もう大丈夫ですもんね。そう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 、はい、袴田さんいなくなっちゃうと、はい、誰かがそこに座る可能性あるから、その間に。そうですよね、10日間隔離中2回かね、1回誰か座っちゃうかもしれないですもん、ね。うん、でもシーズン始まったら、はい、収録もっとしなくなるから大丈夫よ。あ、大丈夫ですかね、うん、まあ気をつけます。あとリモートしようか、ここにテレビ置いてよくあるやつ、よくあるやつ。ありますよね、テレビでよくあるやつ。最近ね、広尾とか何でもあるよね。あ、そうそう、それにしよう。はい、皆さん気をつけてください。はい。